クレストのブランドは結構安いし、ラタムスっていうラムネみたいな、あのこんにちは。今日は留学中に持って行って良かったものを紹介したいと思います。まずは一つ目、日本の文房具。これは必要だし、友達作りに便利です。日本のボールペンってすごい優秀なんですよね。あの自分が好きな書きやすいボールペンとかがあれば、まあ、5、6本持って行っていいと思います。で最近だとあの消しゴムがついてるボールペンありますよね。あれとかは多分すっごいびっくりされて、話題作りにもいいし友達作りにもいいと思います。私が行っていた当時はドクターグリップだっけ、シャカシャカシャカってやると芯が出るやつとか、あとあの持つところがプニプニしてるやつ、わかります？すっごいプニプニしてるやつがあって、もうあれはもう本当に大人気で、たくさんの友達に貸してって言われたり、あとプレゼントであげたりもしました。なのでお土産にもいいし、すごい話題作りになって友達もできると思います。あとは日本のノートをたくさん持って行ってました。あっちでもノートは買えるんですけど、あの自分の好きなサイズとか無印とかだと使いやすいノートがたくさんあったので、単語とか自分の勉強用に書き留めておくのは自分のノートを使ってました。もうあの暗記用とかもう書いて捨てるようなノートはあっちで買ってもいいと思います。あっちで授業で使うノートとかはホストシスターと一緒に、ターゲットとかウォルマートに行って、もうホストシスターがおすすめするこれがいいよっていうやつをもう聞いて、そこですぐ買ってました。私とホストシスターは曜日ごとに分けていて、持ち物が要は多くなっちゃうのが嫌なんで、例えば月曜日が歴史と数学と、文学の日だったら、もうそのノート1冊、結構分厚いやつですね、3教科分書けるくらいのノートなんで、その1冊がその日、そうすると何冊も何冊も持たないで、その1個持てば全部入ってるっていう感じになったので、私はそういう風にホストシスターと一緒にしてました。2つ目、電子辞書。電子辞書は必須ですねすぐ調べられるし、私の高校ではテストを受ける時も電子辞書は使っていいよというふうに先生に許可をいただいてたので、テストの時も電子辞書は使ってよかったし、今の電子辞書ってすごい性能がいいじゃないですか。小さいし、みんな友達たちも何それっていう感じで聞いてくれて、なんか What's that? Your tiny computer? みたいな、ちっちゃいコンピューターみたいな、何それって感じで、すごいこう話題にもなって会話を始めるきっかけになったりしました。3つ目、パソコン。私の時代は高校はパソコンあんまり使わなかったけれど、それでもやっぱり向こうはエッセイとか宿題をパソコンでやるのが多いです。大学はもちろんのこと、高校もあのそういう宿題が多かったので、パソコン室とかでパソコン使えるけれども、やっぱり自分のノートパソコンを持っていくのがいいと思います。あ、で、私一回パソコンの上に乗っちゃったんですよパソコンを入れたキャリーケースをもう投げたりとか、その上に座ったりとかしちゃって、サブウェイに乗ったりとかした時にもう疲れたって感じで、キャリーケースの上に座っちゃう癖があって、それでパソコンを壊してしまいました。なので皆さん気をつけてください次、歯ブラシ。日本の歯ブラシは絶対持ってった方がいいです。アメリカの歯ブラシってすごい大きくてごついんですよね。で、こんなので磨けないよってぐらいすごいゴツゴツしてるので、あのヘッドが小さいのとか柔らかいのとか、あの気に入った歯ブラシは日本から持っていくのがいいと思います。で、歯磨き粉も私は海外の歯磨き粉が好きだったし、クレストのブランドは結構安いし、たくさんいろんなフレーバーというか、ミントとかなんかフレッシュなんとかとか出ているんですけど、あのあれが一番あの歯が白くなるって言われて、あれを一生懸命使ってました。で、今はもうあの体に悪いということが分かったので石鹸歯磨きを使ってますけど、当時はクレストを使ってました。圧縮袋、これはあの当時お洋服もいっぱい買っちゃったり、毎回帰国したり渡米するときにやっぱり圧縮袋は必須でしたね。で、100均で買ってました。安いし、もう使い捨てで、あの1回こっきりなんで100均で買って十分でした。次、化粧品。私は肌が弱い方で、アルソア化粧品をずっと10年以上使っていたので、なんか冒険するのは怖いし面倒だし時間もかかるので、もう基礎化粧品、スキンケア、石鹸とローションとオイルとパックとか、あの基本的なやつはもう日本から大量に持って行ってました。で、その他のあんまり肌に関係ないとか自分で大丈夫って分かってるアイシャドウとかアイライナーとかリップとかは現地のターゲットとかで自分でいろんなの試して楽しみながら使ってました。次、参考書。日本の歴史の本とか、日本のなんか地図が書いてあるのとか、こう日本のことが書いてあるものは一冊持ってってもよかったなと思ってます。あの私は持っていかなかったんですけど、結局あの行ってから日本史が知らないってことで日本史の勉強をしたりとか、あとはお父さん、ホストパパがすごい地図が好きだったんですよ、地図マニア。
だったから日本の地図とかをやっぱり話のネタとか、まあ、プレゼントとしてもあげたかったので日本地図とか日本のことが書いてあるあとカレンダーとか桜の花とか書いてあるカレンダーとかを持っていきました。次ブラジャー、ブラジャーは私の場合海外のブランドだとサイズはあったんですけどやっぱりなんかしっかりしてないのがすごい嫌だったんですよね。日本のあのブラジャーだとワイヤーが結構しっかりしてるやつですじゃないと肩こりがひどかったので日本からブラジャーは持っていくようにしてました。でそれで言うと、洗濯物なんですけど洗濯物事情多分ホストファミリーによって違うと思うんですよね。うちはあのまとめてやってあげるよっていうかお母さんがやるときはもうまとめて回しちゃうし気づいた人が回すっていうスタンスだったのででもあの自分の下着とかはやっぱり恥ずかしいしあと人のものと混ざっちゃったらちょっと悪いなっていうのがあったので洗濯ネット大きい洗濯ネットを持ってって自分のものはそれに入れるようにしてました。次が薬。うちは薬を飲まない病院に行かない家族なんですけど当時は頭が痛い時とか生理痛の時用に鎮痛剤とあとは胃薬で胃薬はでも現地に行ってから TUMS っていうラムネみたいなもうすっごいターゲットででっかいの買ってたんですけど TUMS っていうのがあって結構カルシウム取れたりビタミン取れたりしかもフレーバーついててラムネみたいで美味しくてそれがあのハーバーンって言って胸焼けにすごい効いたんですね。あの本当にひどい時は大谷さんとか胃薬を持って行ってました。あとはお腹下した時用の薬とかは持ってってました。あの向こうの薬結構強いって聞くと思うんですけど本当に強いです。なのでアイビプロフェンとかタイナロとか結構鎮痛剤って言われるもの私の行ったところではもう普通にあどっか痛いのじゃ飲みなみたいな感じでそういう場合はあの少量から始めて自分に合った量っていうのを見つけるのがいいと思います。次折りたたみ傘。これはすごい重宝しました。私がいたところオレゴン州っていうところで多分アメリカで1番か2番雨が多いところなんですね。なので傘はものすごい重宝しました。常にバックパックに入れてるような感じでした。気にされる方は日傘代わりにもなるし折りたたみ傘は絶対1本持ってった方がいいと思います。次が魔法瓶、水筒。これはもう絶対持ってった方がいい。あの向こうに冷たい水を入れるようなあの透明のプラスチックのやつは結構もらったりとかするんですよね。バンクで口座開設するともらえたりとかファンレイズしてる時に缶をドネーションした時に代わりになんかグッズでもらえたりとか結構もらうんで透明のワーターバロは結構あったんですけど魔法瓶っていうんですか保温機能とか冷却機能がついてるやつ象印とかタイガーこの2つすっごいレベル高いですね。そうだからこれはすっごい重宝しました。毎日コーヒーそれに持って学校に持ってってたしこれは毎日使いました。次意外と重宝したのがスリッパ。飛行機の中でももちろんスリッパ使ったしあとはホストファミリーのお家がベースメントだったのかな地下が私とホストシスターの部屋だったんですよ。で地下にワンちゃんがいたりとかあとランドリールームもあってもちろん土足でみんなこう外から通ってくるところなんで決して裸足で行くとちょっと足の裏が汚くなるような感じだったんですね。だからスリッパは必須だったんです。だから自分で好きなスリッパを持ってってそれはもう毎日毎日履いてたのでスリッパは絶対持ってた方がいいと思います。で次にお土産編、喜ばれるお土産ですね。もちろん日本らしい扇子とかのれんとか可愛いものは最初は喜ばれたんですけど、まあ、やっぱり結局はそのホストファミリーとかあげる相手がどういう人かっていうのを見極めるのが一番いいお土産を選べますね。当時は友達を作るのが必死だったんですね。なのでハローキティグッズもともと別にキティちゃん好きでもなかったんですけどもうとにかく友達作るのが必死日本人イコールハローキティでしょって言われたらどうしようと思ってハローキティのものをとにかく持ってきました。ペンとか文房具とかノートとかハローキティで持ってったらやっぱり好きなんだねみたいな感じでもう最低でも話しかけてくれるんです。 That's enough for a reason。 あといいお土産は食べ物ですね。食べ物結構厳しい国とかもあるのでそれは調べていった方がいいと思うんですけどラーメンは知られているのでびっくりしました。タップラーメンって言ってインスタントラーメンは結構もうどこでも売っているしみんな好きだったんでカップラーメンとか持ってってよければいいし今だと多分 Amazon で ID さえあれば向こうから買えると思います。日本のカップラーメンとかそういうのは喜ばれると思います。美味しいから絶対日本のラーメン。
あとは抹茶スタバでもグリーンティーフラペチーノとかグリーンティーラテってあるぐらいで、もう抹茶は結構定着していると思うので、結構抹茶のキットカットとか抹茶のなんかマカダミアナッツチョコとか抹茶のおやつは喜ばれると思います。でおやつでも結構ハローキティのちっちゃいチョコレートマシュマロとかがあったので、キャラクターが書いてあるおやつを持ってってました。あとは着物もしくは浴衣ですね。私は安い3900円とかでセットになっている着物を一つ持って行って、同い年のホストシスターがいるって知ってたのでお土産に持って行きました。で、高校3年生卒業式の前のシニアピクチャーズって言って、写真を撮るんですけど、そこで2人で着物を着て写真を撮りました。あとはありきたりなんですけど、日本の古いおもちゃ紙風船が結構人気でした。簡単だしみんなで遊べるし、結構紙風船はみんな気に入ってました。あとはホストファミリーに喜ばれたのは日本のお箸とか、あとお味噌汁を入れるような軽いお椀ですね。あれだったら持っていくのもそんなに重くないし、大きさ的にもシリアル食べたりとか、お味噌汁だけじゃなくていろいろ重宝できるので、あれは結構喜ばれました。で、可愛いウサギとかこう日本らしい模様が書いてあるものを選んで買っていってました。あとは日本らしいお土産というよりも、その同年代のホストシスターがいるので、もう私が欲しいようなもの、ピアスとかストールとか、あと化粧品、自分の好きな化粧品、日本の化粧品とか、そういうのを持っていくのがなんか日本らしいなんかのれんとかもらうよりも、やっぱり年頃の子は自分たちが欲しいようなものを欲しがってるので、日本で流行っているその年頃の欲しいものっていうのを持って行ってました。ということで今回は留学中の持ち物について紹介しました。何かやってほしい、こういうことを話してほしいということがあればコメントにお寄せください。じゃあねー。 Thanks for watching!